いたいた。ここダメじゃん。いいよ、どこでも。どこでもいいよ。そうだね、室外機とかあるとね、なんかややこしいものが混ざってくるから。あ、返してよ、あの資料に。海抜なんで。屋上はなんかちょっと違いますか？何が違います？風が吹きます。ねえ。ジュン君大丈夫か？大丈夫です。高15メートル4メートル14です、ね、14それで何か違いました？若干この頃屋上でいい予想通り、うん、思ったより思った通りおう、そんな強いね。なんでそう思ってたんですか？なんか、本当に、
思った通りってことは自分の中にそういう前提があったってことですよね。思った通りって経験だろ。その前提はどこで作られたんですか。そんなに天体観測の時に一回送ってきたんです。ああ、なるほどなるほど。低気圧の図とかで、はいはい、そんなに言っても980とか90とか、うんうん、あ、じゃあその程度を学んだ。そしてこの10メートルぐらいはい、なるほど、はい、あの見たの見てよ、そんな変わんない。何時に使いできますかね。22、あの一番端あたりがいいね。10分、よし。じゃあさっきと同じ。え、いや高いところにいるんでしょ。俺はスミスにしてる感じが。佐藤先生のここにおられるか。こいつの高さは。あ、一緒にできるよ。あ、さっきと一緒にやられてないんですか。コースケはやってる。あ、そうなんですか。やるか。0.1。じゃあ、0.1でいいじゃん。どこですか。普通にギャップで買います。沖縄でったらね。あ、そうだ、風です。あと直そうと思った。白黒だ。これ、あれじゃあ、あと1.3とか直そうと思う。誰かに作ってイベントが。時間は、あ、イベントを作ったんですか。2時20分に。時間2時20分くらい。黒。白。コンパスおじさん、コンパスおじさん、はい、コンパスおじさん行きます。コンパスおじさん行ってたよ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 。撮ってんの。全ての記録系はバババババお、なるほど、そうきたか。カメラさん、あちら。なるほどね。いいね。ここまでやったやつ初めてだろ。俺じゃねえだ、プロの。いいね。コウスケさんが研究室来て、うん、で、なんか僕らの話、あ、もう読んだんだったら、暇でもいいよ。これ全員読んだの。まだ読んでない。まだ読んでない。最後にしようか。あ、最後にしようか。モテキさんの本めちゃめちゃ時間かかってて、うん、なんか自分が早く終わりすぎて気まずいって思う。その空間に入れずに研究室に逃げて気まずさを感じろって言ってた。魔を埋める技術が当たるのか。気圧計はもうじゃあいいんでしょ。気圧計はもういい。早く。あ、測る？気圧計。やった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 。じゃねえよ。これ読んでいいかな。測るよ。よし、はい。動きスタート。皆さん待ってらっしゃいますね。何回撮って。あ、順々後でよろしく。何を？カズルくださらないです。あ、はい。こんな高さが何が？あ、動いて動いた。高さが。こっち側ってことだよね。0.9。めっちゃ動いてんの。そう、0.9。20秒。今全部書いてるので。動いた。ラスト5秒。あ、こっち？変わるね。10秒。来た。なんでこれできるかって。そんなところに登ってまで無風全然
先まで吹いてたのに。なんでや。こっちめっちゃ動いてるのになってる。これですよ、やっぱ。いいね。高さ。何て。アン、通行ゼロ。あ、通行じゃない。通行ゼロ。通行ゼロ。俺が 89.0 って分かんない。ちょっと動き。無風でない。あ、0.0 これ70かな。でも、通行ぐらいはそれで秒で終わんない。あ、そう、秒で終わったらもう、ゼロ、ほぼ0.0。でしょ、秒で終わったら0.0。ゼロ、0.0。ゼロ、ゼロではないかな、0.0。時間で終わるのか。向こう選手、そういうことで0.0。通行。東南と東南と、なんか多分コンチローのやつで動いたの。あれもみんなやっと。あれだね、あれが。メモリは30秒の平均。0.1 0.1 うん、撮影割らなくていいんです。メモリ30秒の平均、これ1秒で1秒でのサインにするから、これ0.1、風速 0.1。 高さはどっちから？何度目だ？一番は何度目？0.9 って段差入れたんじゃない？段差 1.1 点の大丈夫が、ただ 1.1 点の大丈夫。はい、あ、なるほど、頭いい。はい、あと3分です。さっきのやつ俺のサイズ終わる。余裕だ。いや、ほんとね、クラスによって全然違うんだよ。超速いやつとかいるんだよ。全く盛り上がらず、俺らはさ、シューっていっちゃうやつ。でもめちゃマイペースだから遅いんだよな。生物実験できたからね。ああ、俺らマジ遅い。ダメだよ、あれちょっとダメだよ。早く帰ってもん。いつもこのメンバーなの？いや、だいたい生物部が 4,5 人とか。なるほど。生物部にここ4人が。まあでもこの辺のやつがつるみやすいんですか？そうですね。名簿が名前順が、なるほど。あれも自由に座ってたんじゃなくて、名前順に座ってたんだ。ああ、自由に座っていいからね、次回からは。やった。はい、好きなところ座ってください。そうか、目上順で座ったりするんだ。それ初めて。あと2分。これもあれでいいの？宝石園。エリア攻撃で今分かってくるよ。こんなちょっと俺の先生の大学。こんなすぐ。ゲリラってなんだよ。急に。ゲリラ的に。日差しとかで急にだったらただの突然の雨。ゲリラってなんだよ。集中的。集中の雨でいい。集中豪雨か。予測できなくて、しかもめちゃくちゃ降ってくるみたいな。なるほど。なるほど。ゲリラってもともと何だと思う？戦争とか。ゲリラライブっていう。言うね。相手が予想できない状況を作り出して、戦争だったら軍人さん同士で、軍人じゃない人がいきなり撃ってきたら、ゲリラ。まあちょっと卑怯なわけ。ルールが外れて予測させないようにズルしてくるやつも持ってる。でも予測できてたらギリやってないじゃん。突然だとしても、突然降りますよって言って予測できてんの。本当になんかお、あ、すいません、すいません。人で生物実験。
研究室の失礼しました。めちゃめちゃいるな。はいはい、いやゲリラ豪雨の質問めちゃめちゃ多かったからね。ただ単純に距離が近いわけじゃないですか。ねえ、溶ける前に考えりゃ分かるじゃないですか。距離が近い、え、雲との距離が近いだけじゃないですか。うん、違うんですか。勢いよく上に上がってきたら。じゃあ翌日の雨ではなぜ降った。本当だ、似たような雲でしたけど、なんか 2,3 日同じような上昇気流が起きて、降ってるのが集中豪雨で、いいことよね。気圧によって、低気圧によって、空気が集められて上がってるのが雨で、絶対俺の後に台風が低気圧じゃん。気圧が小さいとそこに空気集まるじゃん。そうするとさ、上昇気流大きいんだで、雨で。ゲリラ豪雨は熱によって温度が温まって、それが温まってから比較的近いところで雨ができて、溶ける前に来るから氷河っていう俺の予想。なるほど、調べた結局。調べてないです。持論です。なるほど、持論が当たってるといいですけどね。今度調べます。どれぐらい当たってるかね。全部間違えるってことも逆に難しいですよ。全部当てるのも難しいですけどね。あ、わかんないな。雨は雪が溶けてんじゃないかなってのがあれば思うことで、雪はあれ結晶だからさ、あの消化じゃない。なるほど。でも、氷は水からの超大変な普通の強固だから、なんかそこに地図があるのではなかろうかなんて。なるほど、いいですね。雪は遅いよ。全員読んだ。読みました。はい、じゃあ帰ってやろうよ。次の D 班が待ってるから。お疲れ。やってるんじゃない？